第9回和倉ユースサッカー大会城山陸上競技場よりお送りしております。ここからは決勝戦、青森山田高校対流通経済大柏高校の一戦となります。非常に楽しみなカードとなりました。放送席解説はノンフィクションライターの安藤貴人さん、実況織出健一です。安藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お互いにこの青森山田流通経済大柏、両チームともお互いにそれぞれは知ってるかなというような対戦にはなりましたけどね。もう本当にお互い知り尽くしたというか、同じプレミアイーストで所属しまして、すでにもう今年対戦しますし、もう言わずと知れた強豪校同士なので、本当に決勝にふさわしいカードになったなと。もう楽しみでしょうがないですね。どんなところを安藤さんは注目してこの試合見ていきましょうか。全体的に見ても、高校年代で突き抜けてる2チームなんですよね。なのでしかもそれが、今回ガチンコメンバーで戦うということで、お互いが、もうここはもう見てくださいというか、見どころはたくさんあるんですね。もうお互い多分高校サッカーの中でも強度の高いチームなんですよ。球際の寄せだったりプレスだったり、もうその最高峰のチームがここで、交代連の最高峰のチームがぶつかり合う。しかも交代連だけじゃなくて、プレミアイーストというね、こうユースリーグ最高のところで所属する2チーム、しかも優勝候補の2チームがぶつかうっていうのは、なんか鐘が鳴りましたね。なんか生放送らしくていいですね。正午ですね。12時をこれ鳴らす感じですね。なんかいいですね。よくお笑いとかのロケでこのわらがみ様でこういうのが鳴るみたいなそうですね。こうコメントいただいてる時に、まさにその状況ですね。今正午を告げております、この城山陸上競技場。まさしくですね。さあ、そんな中前半のキックオフです。いいですね。12時ちょうどですね。そうです。まさに鐘とともにキックオフですね。帝国通りです。さあ、青森山田のキックオフで始まりました前半です。さあ、ここで収めるとチャンスになるが、いきなり狙ってきました。やっぱいいですね。両チームもう全開ですね。もう狙ってくるというところでもう共通してますね。青森山田65番宇野禅斗、この選手にはぜひ注目してほしいですね。もう去年の選手権優勝メンバーです。準優勝メンバーですが、アンカーで守備が抜群に上手いです。でも実は中学時代まで攻撃的な選手だったんですね。青森山田高校で守備を学んで守備的な選手に移りがきですけど、奪ってからの判断も素晴らしい選手です。だからファーストシュートっていうのはうなずけますね。さあ、こぼれたところ、ここ右からドリブル行かせませんでした流通経済大柏。ただもう一度青森山田ボールを奪う。さあ、流通経済大柏7番は松本陽太。松本陽太はいいですね。監督からまっちゃんまっちゃんって言われてるんですけど、ものすごいドリブルもうまいですし、テクニシャンですね。西岡、3人続く。寄せが早いですね。ここのマッチアップはもう出せなかったですね。この60分間もうバチバチだと思います。流通経済大柏ボールです。青森山田はぜひ2トップの那須川選手と渡辺世良選手、97番と46番ですね。これぜひ、注目してほしいんですけど、もうプレスの連動性、圧力、タイミング素晴らしい。それでかといって2人とも得点力あるので、まさに今年を象徴する2人でもありますね。そして長身斉藤龍と、流通経済から77番は橋本でした。この橋本選手も横浜 FC の下部組織出身で、もう非常にこう質の高いんですよね。この間横浜 FC との戦いの時ももうやっぱり古巣が相手で、感情をむき出しで戦っている姿が印象的だったんですけども、前の推進力もありますし、やっぱり両サイドバック、今日ちょっと大川選手は怪我でいないんですが、その橋本選手がどこまでこう攻撃参加できるかというのは一つのポイントだと思いますね。こちらが流通経済大柏の77番橋本。その橋本からのスローで宇野が寄せてきます ね。ああいうところでスッとこう寄せてくるんですよ ね。なんか無音のハイブリッドカーみたいに気づかないんですよね。でパッとは顔を上げた時はそこにいるっていう、これまたスローインからですので、また同じようなプレーが青森山田見られるかもしれませんが、いや、もう立ち上がりからやっぱこうお互いへのマークが激しいですね。松木選手、ちょっと足を痛めたか。球際でいとわないですよね。松木選手はもう逃げないですよね。もうそこすごいですよね。青森山田の28番つけています松木玖生です。そうですね、正式 の公式戦のユニフォームだと10番をつけている松木玖生選手、1年から出てまして、これも本当に高校サッカーファンだ知る人ぞ知る、本当に最注目選手ですね。今日は28番をつけています。
これあの持ち番号って言って、だいたいこの部活入るときに持ち番号をもらえるんですね、はいはい、それが1年3年間通して自分の番号になるんですけど、多分それこういう試合では結構そういう持ち番号制も多いので、はいはい、なので山岳だったら114番がいたりとか、はいはい、別にそれはサブとかじゃなくて主軸でも100そういう番号を背負ったりとかはあると思います、はい、それもフェスティバルの見どころですね。普段見てる選手権とかインターハイでは見れない、番号の姿を見れるっていうのは、そうですね、大きな番号を背負ってというこの青森山田なわけなんですが、32番をつけていたのは三輪良平、来ましたね、この那須川選手、しかしよくお答えしますね。あ、島選手も素晴らしいですね。行かせませんでしたが、まだあるぞ。そうですね、藤森です。寄せます、すごいですね。ここは行きました、すごいですね。いや、ナイスプレーです。萩原雅也です。流通経済大付属柏、いや今の粘り良かったですね。もうしかも一度抜かれてももう一回食いつくっていうところが流経大柏の守備のいいところなんですね、はい、まあ、粘り強いというか、ていうか粘り強いという精神的なものじゃなくて技術的にも、はい、ちゃんとこう足を出した後に次のプレーも考えて足を出しているので、はい、すぐ次のプレーに移行できるんですよね、はい、そこはもう榎本監督のもと相当鍛えられていると思いますね、はい。流通経済柏、ここはやっぱりスペースあると本当に青森山田、ね、ここでも当てらし走りですね、はい、ちゃんとこうついてます ね。ここで危険を作れるか、クリアする。これが本当に青森山田の強さといいますか、そうです ね、はい、両方も本当に持ち味出してますね、非常にコンパクトで、もうお互いのこの球際も激しいです、球際が激しいってことは、はい、それだけお互い読み合ってるんですよね、間合いを空けてるとか、そういうちゃんとボールの動きとかを見てるので球際は激しくいけるっていうのもあるので、はい、球際が多い試合ってことはやっぱレベルの高い試合ということも言えますよね、はい。投げていきますが、はい、ディフェンスラインの裏を狙ったような長いボールでした。しかもこの試合琉球柏は選手がもうベストでやりたいと志願して、はい、この組み合わせになって、選手がまあメンバーを決めるんですけども、はい、もうこの試合はもう本当に、はい、もちろんインターハイこの後控え両チーム控えてますけども、はい、でプレミアでもセーターがあって後期も前期は今 3-0 で青森山田が勝ってるんですけど、好機、はい、もある、はい、でもやっぱここでやれるんだったらガチンコでやりたいという、はい、選手側からのモチベーションもあって、それを榎本監督が組んだ形になりました。さあ青森山田が左から、ここは流通経済大柏も行かせませんが、クロス入って落とした、打たせない、打たせないですね。やっぱこの渡辺選手がやっぱ球際も強いですし、はい、ちょっとの隙を与えるとシュート打ってきますから、もう那須川選手も渡辺選手も早いんですよね、シュートのスイングは。そして右から、いやー素晴らしい、キーパーパンチング、こぼれた、まだあります。ナイスキーパーですね。中央クリア、ヘディング、いやーナイスプレーでしたね。キーパーの谷合くんですね、谷合くん2年生 FC 多摩出身なんですけど、はい、実は同じ2年生でリュウフ君というこう指定キーパーって、はい、年代別日本代表にも呼ばれてるんですね、ただやっぱこの熾烈なキーパー争いでここでちゃんとこうアピールをしたいというのがありまして、ここで抜擢されたとも言えますので、まあその気持ちはよく出たナイスプレーでしたね、はい。そして青森山田が痛んでますね。あっと、あ、そうですね、はい、ちょうど画面の右上隅、ここにちょっと今、これは松木選手ですかね、これはですかね、ですかね、28番ですね、松木選手ですね、そうですね、ちょっと足首ですかね、膝ですかね、いったところでは、そうですね、はい、あ、でもすみません、こういうとこ切って本当に当たった瞬間ものすごい痛いんですね、で重傷の時はもうなんか音がするので分かるんですけども、はいはい、多分打撲だとその瞬間痛くて動けないですけど、うん、徐々にこう収まっていく、はい、ただ夜晴れます。あ、夜、夜晴れた時に寝れなくなるんですよ、あれがものすごい、なのでアイシングはしっかりしといた方がいいです、はい、アイシングせずに応急処置やると、はい、本当に夜晴れます、びっくりするぐらい、はい、そういったところもしっかりこう対応していかないとね、この後の大きな大会もありますから、いやでももう負けん気も強いですし、まずは、はい、こういう球際を厭わない選手ですから、さあもうそういうのはそういう本当さすがですね、見てて気持ちいいです、さあ流通経済大柏が前に、ここまでは青森山田の方がボールタッチ回数多くなってまして、まあ、でも持ち味が両方出てますね、はいはい、どっちかというとがっぷり四つなのかなとも、なんかまだ優劣がこう ついてない気がするので、はい、この多分この15分のクーリングベイクの後に、はい、この展開を見て仕掛けてくるかですかね、はい、そこをちょっと楽しみにしたいですね。青森山田41番は徳島です。徳
島選手もね去年からちょっと出番を得ていて、はい、非常にクレバーなサイドバックもセンターバックもできる選手で、判断力は素晴らしいですね。落ち着いてますね、はいはい、丸山がキーパーにバックパス、これがつながる、つながりましたね、このツートップです、ね、中央抜けるかというところですか。スカウ君らしくないですね、今のはもったいなかったですね。あそこでピタッと止めるのがスカウ君なんですけど、はい、あでも奪い返しますね。いや素晴らしいです、コース入ってますね。10番の渋谷君、はい、渋谷君がもうこのチームの柱です、はい、14番彼はねもうどこでもできるんですよ、もうプレミアリーグでもセンターバックやったり、まあ、本来はボランチなんですけどセンターバックやったりトップ下やったり、はい、ウィングもあのフォワードもやったりするんですね、はいはい、もう中央のポジションだとどこでもこなす、それはなぜかというとフットボールインテリジェンスが高くて、はい、あのポジショニング自分が何をそれぞれのポジションで何をすべきか分かる選手なので、はい、榎本監督も絶大な信頼を置いて、はい、まあ、彼を置くところにもう勝負のポイントだというふうに思ってますので、はい、今日ボランチに置いているのはやっぱりここがポイントなんでしょうね、はい、このツートップのプレスバック、はい、あ来ましたね渡辺選手、いや素晴らしい、これなんですよね、足のスイングが速いんですよね、はい、でそして松木選手が後ろからまた、はい、この今年のハーバーディアの最大の強みはツートップが持っていけるんですよ、シュートまで持っていけるんですよ、でシュートセンスもあるしキープ力もある、はい、で今みたいに渡辺選手がシュート打った後セカンドを宇野選手と、うん、あの松木選手が拾うんですよ、はい、しかも前向き で、はい、でしかもその2人も決定力があるんです、この中央の4人のユニットは相当脅威です、はいはい、今もそのね、まさに出ましたね、そして今ロングスローですよ、あそうですね、またこれそして先ほど起用症の時 の、 あの大津に対するロングスローはストーン置いてなかったんですけど、はい、置いてますね、琉球はロングスロー、キーパー出るがちょっとキーパーとこさかったシュート決まった松木選手ですね、がどうだ、これはゴールですかね、はあ、ゴールですねですかね、はい、ゴール認められました、オフェンスチャージがあったかなと思ったんですけど、はい、そうではなくゴールですね。青森山田がこの前半手元の時計10分で先制です。そうですね、やっぱこうニアですらされると、ファーでファー狙ってますから、はい、今それをオフェンスファールじゃないかっていうこの琉球大柏の、そうですね、はい、これリプレイ欲しいですね、そうですね、やっぱりここはリプレイがないとこう何とも言えないところが辛いですね、はい、そうです、リプレイがあれば、あ、はいはい、まだこれ見てます ね、 そ、 すね、そのあたりについての、はいはい、逆にあの監督がこういう姿勢を見せるっていうのを、まあ、選手にとってはある意味、はい、あこう、はい、切り替えられるんですよね、まあこうまあ、先ほどキーパーがまあ倒れたというところもありましたので、そうですね、はい、まあ、今キーパーチャージではなくなったんですけど、はい、オフェンスチャージみたいな形で何かこうガチャッとした時にあるんですけど、はい、何せ VTR がないですから、はいはい、こちらも何とも言えないというこの、ただゴールですねは認められたようですね、はい、まあ、そこが主審の判断がに、はい、承知しました。やっぱりこう先生でも結果を作ったらあの中盤の4人のユニットですね、はい、やっぱフォワードの2トップとダブルバンチ、いや渡辺選手個人的に刈谷出身、刈谷 JFC 出身なんですけど、はい、愛知県出身なんですけど、はい、愛知出身、はいはいはい、僕岐阜なんでちょっと親近感はありますね、はい、同じ東海さんでももともとすごく刈谷時代からいい選手だったんで、刈谷というのも本当にサッカーですね、いやそうなんですよね、はい、これはもう愛知県とか東海さんあるけどですけど、刈谷校では刈谷高校伝統の赤田好き、はい、ここも結構やっぱサッカーの上手い選手とかが出てくる土壌ですよね、はい、今 FC 刈谷は、はい、JFL ですね、はい、ちなみにその隣に豊橋ってところがあるんですけど、はい、そこだとあの三浦玄太選手とか FC リュウミランとか、大阪桐蔭行きましたけど、はい、そういう土壌もあって、はい、でちょっと行くと浜松がありますからね、はい、あの三河ですかね、三河は結構強いんですね、刈谷三河ですね、はい、矢作川沿いですね、あそうですね、ちょっとすみません、はい、地域トークなんで川沿いになってます、はい、はい、渡辺選手は本当に伸びると思います、はい、非常に将来楽しみですね、あとこれホイッスル吹かれて青森山田ボール、青森山田が先制しています、まもなく前半13分です。さあこの位置からのフリーキック、上空からの映像、ドローンの映像をご覧いただいておりますが、はい、角度的にもちょっと面白いような、そうですね、このセットプレー、はい、やっぱりこう青森山の武器ですから、琉球大柏としてはこう、ね、1点目がセットプレーですから、はい、避けたいですね、キッカーがいいんですよね、
この松木選手は左足キックの質が違うんですね。でもここはよく対応しましたね、はい、だからあの松木選手のキックって重くて速いんですよね、はい、なので防ぐ方も本当もうライナーで入ってくるんで、はい、えぐり込むようなボール蹴るので難しいですね、うん、対応は。でしかもそれは青森山田は毎日受けてるわけですから、はいはい、合わせられるんですよね、なるほどね、はい。そしてまた青森山田このロングスロータオルですね、タオルを置いてますからね両サイドに、はい、スロア41番つけているのは青森山田の拓島。その拓島ロングスローからあくファーに合わせてきましたね。シュートを狙ってくる、ドカンという重い音を見せました。あのロングスローといえば原山海里選手が一番すごい、はい、やっぱ青森山田のロングスローといえばすごかったですね、もう東京学芸大学から今 J3 ですね、あの、はい、プロになっている原山海里選手のロングスローです、はい、さあこちらに抜けた、行かせませんでした、行かせませんでしたね。この琉球芸大勝ちはこの渋谷選手ですね、やっぱり要所で、はい、あの14番の渋谷選手がいるんですよね、はい、そして反撃なんですけど、ぜひこう今ちょっと相手のセットプレーなんですけど、流通経済柏は8番の川端選手にちょっと注目します、はい、バティと呼ばれてる、はい、バティでも本人はバティストゥータを知らないという、はい、あ、なるほど、はい、ちょっとそうです、でも川バティという、はい、バティのバティゴールはちょっと見てみたいですけど、そうですね、でまた同点にね追いついてというところで、はい、流通経済柏もそうですね、まずここをしのぎたいですね、はい、はい、いややっぱちゃんとこう飛び込んでヘディングしてくるんですよ ね、 そうですね、でキックも今質良かったですね、はい、ライナーのとこう絶妙な、ね、こう見ていましても本当にこうドンピシャのタイミングで飛び込んできて、そうですね、もうやっぱボールの質を信じてるんでしょうね、はい、丸山選手のヘディングでした、丸山選手結構決定力あるんですよね、ヘディングの、はい、はい、いいヘッド決めるんですよね、各選手がそれぞれの持ち味を本当に発揮しているという、そうですね、ここまでさあ、ようやく流通経済大柏もこの位置までボール運んできていますが、ここ青森山田しっかりとフォローしていきます。しかもこの丸山選手、先ほどヘディング合わせた丸山選手、はい、あのプレミアの前期で3点目を挙げてるんですよ ね、 あ、 そうなんですね、それもヘディングで押し込んで、はい、素晴らしいヘッドでしたね、そのプレミアリーグをまた、ね、彷彿させるような、そうですね、多分いいイメージ持ってると思いますよ、丸山選手は流経大柏に対して。さあここで、間もなく前半16分になろうというところで、ここでクーリングブレイクが取られます。ここで両チームの監督がどういう指示を出すか、はい、この、ね、戦いを見て、そうですね、もう前半からハイインテンシティの強度高い戦いでしたから、はい、これをこうちょっと一回選手を落ち着かせて、はい、もう一回式になじくのしというか、はい、特に琉球大柏の方は、はい、多分あのちょっとこうあのどういう状況か分かんないですけども、うん、ちょっとこう引っかかってる部分もあると思うので、それを一回ちょっとこう、はい、落として、勝負に しっかりとこう向き合ってくれるというところが大丈夫だと思います、はいはい、多分そこら辺はもう両チームとも分かっているところです、うん、はい、その切り替えというのはやっぱ質が高いんで、この、はい、残り15分楽しみですね、はい、前半の。まずこの流通経済大柏としてはまあ追いつかなければいけないという状況ではありますけれども、はい、ここまで この流通経済大柏はご覧になっていてどうでしょうか。あの起点となる川端選手がまだボールを多く触ってないところが気になるところですね、はい、あのやはりちょっと全体的に言うと山田が前の出だしにがいいので、はい、ちょっとそこで差し込まれている部分もあって、川端選手にボールがいってないところは、うん、やっぱ彼は攻撃の起点ですから、はい、多く触られた。あと松本選手ですね、はい、松本選手はゲームを作って川端選手と連動して、うん、そこから最後フィニッシュまで持っていくというところがパターンでもありますので、はい、そこをもっとこの残りの15分、まあ、前半で見てみたいというのはありますね、はい、で青森山田の方はもう1点取ってますし、もう今は本当に素晴らしいパフォーマンスを見せているなという感じがするんですが、青森山田は1点取ってからが一番怖くてですね、はい、もう畳みかけてくるんですよね、うん、もうここで勝負を決めると、要は90分で一度とか考えよりも、うん、はい、追加点を取って勝負を決めに来るのが青森山田で、実はこの琉球大柏と青森山田、前回決勝あのプレミアで戦った時も前半0対0だったんですよ、はい、でもう両チームのチャンスがあって一進一退だったのに、後半の立ち上がりに田澤選手が決めてから、はい、もう立て続けにゴールを決めて 3-0、はい、内容的には 3-0 の内容ではなかったんですけど、もう勝負どころで畳みかけてくるのが青森山田の強さなので、はい、そこを食い止められて逆に同点ゴールを奪えるか、はい、うん、ここがあの注目になってくると思いますね、はい、クーリングブレイク中の前半いいですね、なんかこう、はい、セミの鳴き声が聞こえてきて、
もうチャイムは鳴らないですね。もうはい、はい、今、はい、もうすぐそこのあれ、はい、ところでチャイム鳴ったんですよね、はい、施設で鳴ったというところ、ね、はい、そうですね、はい、ちなみにこのは本当に海から離れてて、はい、近くに大鳥学園っていう石川県のサッカーの強い学校があるんですよね。はい、はい、まあ、昨日まではこの和倉の、はい、あの、はい、多目的ですかね、はい、海風も来ないですね、はい、ここはそうですね、ここはちょっとその和倉からは車で20分ぐらいですね、はい、というところにありまして、ちょっと山の上にあって、はい、まあ、日差しが出るとちょっと蒸し暑くなるような形ですけど、はい、今のところまだこうそこまでの激しい、そうです、ね、天気ではないので、いやでも両チームタフですから、そうですね、これはもうこういったところはもう強いでしょうからね、はい、そうですね、はい、はい、クーリングブレイク終わりまして、これから前半の残り時間、青森山田の方が1点先制しました。そしてこのクーリングブレイクを使って流通経済大柏がどういった形でこの前半を締めくくってくるか、第9回和倉ユースサッカー大会の決勝戦をお届けしております。青森山田対流通経済大柏、1対0と青森山田がリードでクーリングブレイク明け、後半の前半の残り時間が始まります。なんか今ハーフタイムに感じましたけど、そうなんですよ、ね、クーリングブレイクだったんですね。そうなんですよね、はい、だからそのくらいこうなんかしっかりと何かこう立て直してという感じにはなるでしょう、はい、ここはもう指示 OK ですからね、はい、もう完全に、ですのでこの流通経済大柏が ここからスローインに入りますけれども、一つこのプレーで、そうですね、はい、ちょっとこう打開策、はい、川田選手今の8番のボール持った、はい、もっとボールを集めたいですね、はい、今今日は右からの、起点となりますが、はい、ここをつなげられるかクリアするが、いや手硬いですね、これも流通経済大柏ボールです。ここで青森山田ボールを取ったが、もう一度取り返し、出足早いですね、ここをつなげたいですね、うん、なかなかこう流通経済大柏が次のつながりというところがちょっと今ないですかね、ボールを取った後ですが、ここをどう修正してくるか、江戸監督が、はい、ここ見ものですね。青森山田のスローイン、流通経済大柏が押し返すか、さらに青森山田が前線に深いところを、これは怖いですね、いやよく判断しましたよね、今一瞬ちょっと戻るかなと思ったんですけど、ちゃんと判断してきましたね。さあ流通経済大柏がつなげていけるかというところ、青森山田がしっかり取り返す、しかしここも流通経済大柏が人数をかけてボールを取りに行く、いやその後の青森山田の強さというところもありますが、そうですね、まあ、でもこうやって、あ、川田選手前向けなかったですね、やっぱ宇野選手ですか、はい、いや松木選手ですね今、はい、松木選手も宇野選手もプレスバックが抜群にうまいんですよね、本当に後ろからファールにならないようにスッと足を出して、はい、あのトラップ際を狙うんですよね、あのトラップでした瞬間にボールと足が離れるんですよね、はい、その瞬間に体をねじ込むっていうのはうまいんですけど、今松木選手、あの川田選手がトラップした瞬間、右足のトラップした瞬間の、うん、にねじ込みましたよね、はい、あれはうまいですね2人とも。さあそしてまたこの中盤から起点を作っていけるかという青森山田、そうですね、川田選手ここで、ここですね、ここから前見てほしいですね、あここも素晴らしい寄せてくる、いや本当に前この仕事させませんね、させませんね、もうやっぱダブルボランチが一気に今宇野選手と、ね、松木選手が、はい、挟み込んできましたよ ね、でもそれを多分分かってて、はい、中に切り返したんでしょうね、うん、こう、いやこの川端君とダブルボランチの戦いは相当面白いと思います、はい、ファールはありません。さあ繋げていく。ペナルティーエリアの中ですがクリア。本当に大森山田は次から次へという本当に選手がボールに、ね、集まっていきます。多分後半榎本監督も交代で動いてくると思いますね。はい、ちょっとね前半はそうですね。はい、いや松木選手素晴らしい左のフィード。あれはちょっと長かったですかね、ちょっと長くなりました、はい、でもちゃんと今那須川君の動き出しを見てましたね、はい、合わなかったですけども狙いとしては良かったですね、
97番をつけているこの夏川、青森山田の選手です。ただ流通経済大柏も20番の田口空河君がディフェンスリーダーなんですが、はい、まあ、彼も本当に状況を見れますし、はい、声も出せますし、多分ここから本領を発揮してくると思いますね、うん、まあ、この2トップをマークするという意味ではこの2センターバックのタスクは非常に大きい、はい、重いと思うんですけども、はい、今のところ1点は取られましたが、それも、ね、セットプレーカーですから今のところしっかり守れていると思いますね、はい、アップしてからのこの右足、いや巻きましたね、通ります、通りましたね、これ狙ってたらすごいですね、あっとこう胸でトラップしたかという感じになりました。安川、はい、選手は胸トラがものすごい上手いんですよ、なんですかね、ピンと伸ばした状態で、ヘディングではなく胸で収めて仕事ができるっていうのは、彼の特徴の一つなんで、ちょっと今コントロールがちょっとできませんでしたけど、良さが出ましたね、いい考えですね、これ松本選手はちょっと時間かけてました、うん、まだあります、右サイド、うまいですね松本選手、ここに寄っていく青森山田、クラスが入ってちょっと合いませんでした、うん、まあ、流通経済大柏としても今はいい形を作りました。そうですね、やっぱ松本選手がボールを触ることでゲームはできますから、はい、前半の24分半が経過しています。青森山田が1点をリードしてここまで来ています。一つ、まあ、勝負としてはこの流通経済大柏としては榎本監督も後半をちょっと見ているという話がありました。そうですね、はい、多分誰を出そうかどういう組み合わせにしようか、はい、考えていると思いますね。30分ハーフのこの大会です。残り時間5分を切りました前半、また青森山田が抜けられるかどうか、ライン出てないですね、出てないですね、はい、橋本選手から、あっと、これはパス交換ミスがありました。少しこう何かをしようというのは見られるこの、ね、流通系じゃないか、また胸で押されましたね、はい、川選手、やっぱり2トップにいいボールを入れさせないってところは、はい、流経大柏は徹底しないといけないですね。いいですね、田口選手、はい、いいコントロールでしたね、ラインコントロールが素晴らしかったです。これも青森山田が、そうですね、やっぱハーフウェイラインまで運びたいですね、はい、今榎本監督が言ってたように、はい、青森山田右サイド挟めて中央、そうですね、パスの交換、ここはしかしね、流通経済も行かせますね、はい、しかし右からクロスを上げてくる、合わせたキーパー、ジャンピングボレー、このね、那須川選手もね、渡辺選手もダイナミックとかですね、体のこなしが素晴らしいんですよね、はい、身体能力高いですし、今の多分ジャンピングボレー難しいですよ、ですよね、はい、よく吹かさずに溜めて蹴りました ね、キーパーの正面ではありましたけれども、もうよく止めましたね、よく止めていました、結構の神経よりであのシュートはなかなか難しいんですが、はい、止めた後のセカンドの回収は見事でしたね、はい、キーパー流通経済柏はキーパーは谷合選手ですね、はい、はい、レベルは高いですね、こう、流通経済柏もこの今のプレーからちょっと一つね、前半でまたそうですね、きっかけにしてほしいです ね、はい、ね、残り時間は少ない、はい、残りは3分を切りましたが、これも流通経済柏ボール、見てましても青森山田の方もね、しっかりこれボール寄せてますし、そうですね、いや、ここら辺は両チーム集中力切れてないです ね、いや今も素晴らしかったですね、田口選手ですね、今の出足、那須川選手に入るところをもう行き切りましたね、もうやっぱり流通経済柏も切れてないですね、はい、素晴らしいと思います、本当にこう集中力を持ってやってると思います。さあここで青森山田にボールが渡ります。先生まだ逆サイドですけど、まあ、同数足りてますからね、ここは冷静に球際で行くでしょうね、はい、いや粘り強いです ね、そして流通経済大柏ボール、いや粘り強いですね、流経らしさ出ましたね、はい、松本選手、さあ残り少なくなってきている前半ですが、この流通経済大柏もこの時間帯も徐々にこう押し上げてきています、
ボールが通る。そうですね。あ、通るぞ。川端選手ですね。いや、素晴らしい。あ、素晴らしい。シュートも持っていけた。そして今、いや、いいですね。この今の反転からのシュートもクロスね。あのもっとミートしてれば弾いたところを11番詰めてましたから、はい、清水君詰めてましたから、まあ、こういうのやっぱあそこでアタキンエレであの川端君がボールを持つと何かが起こりますね、まあ、前半残り時間もありますけども後半に向けてね流通系の内科者はこういったところがまた見られるでしょうか、はい、いやまずは本当に追加点を許さない、はい、ここだと思います。本当に青森山田が追加点を奪うと、何ですかね、もう他の子たちがこの迫力というか、はい、飲まれるんですよね、はい、逆に言えばよく1点にしっかりとこう、はい、これ以上追加点を許してないという評価もできますから、はい、さあ橋本選手、そうですね、橋本選手がこうやって出てくるとでかいですね。そして川端選手、川端選手待ってて、いやいいですね、両足で打てますからね、はい、川端選手は、はい、そしてこの橋本選手はああやって絡んでいくプレーをもっと増やしたいですね。今みたいにチャンスになりますね。ここでクリアしますが、これはまだ流通系の中では、はい、いけそうです。後ろからすっと顔を出しましたけれども、いや面白いですね。そうですね、これ本当に見応えのプレーが続いてますよね。球際とテクニックと、はい、はい、まあ、さすがプレミアでこうしっかり戦っているチームの試合ですね、はい、プレミアリーグがこの、はい、要はあの、うん、石川の地で開催されるようなもんですからね。そうですね、はい、はい、さあそんな前半も間もなくアディショナルタイムに入ります。多分この、ね、子どもたちももしかし見てると思うんですけど、はい、こういうのを、ね、地元で見れるというのはでかいですよね。そういった、ね、こういった大会がまたいくつも、ね、はい、いろんな形で行われて それでやっぱりこう見ていると、ね、はい、もしかするとこれでここに進みたいっていう人も出てくるかもしれないですし、多分石川も能登半島もサッカーどころというところのこの町おこしも考えているでしょうか、はい、その中で代表するような例えば、はい、で石川星稜高校の本田圭佑選手みたいなのが出てきたらまた盛り上がると思いますね、はい、さあ前半終了のホイッスルが吹かれました。青森山田が1点を取って前半終了です。さあ安藤さん、前半いかがでしたか。面白かったです、もうその一言で、はい、面白かったです、はい、もう本当に各選手がそれぞれの持ち味を出して、素晴らしいプレーをこのピッチ上で展開してくれてますよね。予想通りのらしい試合になりましたね、はい、まあ、この対決で面白くないということはないだろうと思ってましたし、はい、まあ、随所にもらしさが出て、はい、ある意味もう負けたくないでしょうね。抜き出しでしょう、特に流通経済柏はやっぱ、はい、今日今年一発目で 3-0 で負けてる分、はい、もうやってやるぞという、ね、そうですね、もうなんか後半も目が離さないですね、はい、本当に、はい、さあ残り30分、もうあと30分しかないと、ね、そうですね、早い方ですね、やっぱ早いですね、早いですね、まあさすがにこの中で45分はできないですからね、はい、でも30分でもこの凝縮されているので、その中に本当にいろんなプレーの見るべきところというのがありましたね。ありますね、はい、はい、非常に面白いです、はい、さあ前半は1対0で折り返しました。青森山田リードでこれ現在今ハーフタイムに入っております。第9回和倉ユースサッカー大会の決勝戦を城山陸上競技場からお送りしております。1対0と青森山田リードで終わった前半、これから後半のキックオフです。今後半のキックオフ、この試合の解説ナンバーウェブで連載を持っていらっしゃいまして本を10冊出していらっしゃいます。最近は鈴木武蔵選手のことを取り上げました武蔵と武蔵、そして早川文也選手のことを取り上げたそして歩き出す、こういった本を出されています。取材歴25年のノンフィクションライター安藤隆久さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まあ、そういった取材を見ている中でもこの特に今のこの青森山田と流通経済柏、はい、注目すべき選手というのも今もう前半から何人か挙げてくださってますけれども、そうですね、まずはやっぱりもう青森山田はこのダブルボランチですね、この松木玖生選手と宇野禅斗選手、もうプロ注目、まあ、プロ行くだろうと言われている選手、はい、この2枚は青森山田の中でも中心ですね、心臓ですね、はい、おっと、あれ、おっとこれはまだキーパー戻ってます。そうですね、はい、リスタートだったんですね、はいはい、そして、はい、流通経済柏は8番の川端選手、はい、そして14番の渋谷選手ですね。この2枚は非常にインテリジェンスも高いですし、はい、特に8番の川端選手は両足強烈なシュートを打てますし技術もありますし、はい、
サイズもありますから、はい、非常にスケールの大きなストライカーですね。ここセットプレー、一つねこういったところですよね。有権者もセットプレーは得意としてますから、はい、これはそうですね、ファーに固まってニアに入っていくパターンですね。そのニアサイド飛び込むがクリアする、まだあります、まだありますね。シュートを狙っていくか、これもクリア、まだあるか、あこれはキーパーのところ、キーパーペナルティエリアの外に出ています。あいいボールですね、これはいいボールですね。収めて、ちょっと距離が、はい、もうちょっとね、11番の清水選手が距離近づけてもよかったかなと思いますけどね、はい、そして青森山田のこの持ち上がり、那須川選手馬力ありますね。そしてこれ流通経済大勝ちはもうついていきました、萩原、はい、いいですねこの玉際の戦いは本当にもう見どころですね、はい、そして流通経済大柏ボールとなります。まあ、やはりこうリードされていますので、流通経済大柏も後半の立ち上がりというところを大事に、かなりこう力をかけてきてますかね。多分メンバー変えてこなかったってことは、はい、もうある意味そのこの1点取られましたけども、はい、前半の出来はこの行ってもいいという榎本監督の判断だと思いますので、はい、手応えはあるんじゃないでしょうかね、はい、徐々に松本君と川端君にボール入るようになってきましたから、はい、いいですね、そうって言ってますから ね、はい、ね、手応えはありますね、はい、はい、こうやって見てます。今もそうという声がありましたけれども、ね、はい、やはりそのボールが自分と来た時にどういうプレーをしているのかというところ、ね、本当に大事にしている感じがしますね。どういったプレーをするか。さあこれはディフェンダー当たっています。当たりましたね。ただこの青森、あそうですね、この玉際どう、この青森山田のすごいところというのは黒田剛太監督も言ってましたが、はい、もう本当に名将ですね、もう今どこのチームも JS も含めて、うん、もう打倒は青森山田なんですよね、はい、もう誰からも狙われて、この緑のユニフォームを見たらこう燃え上がるというか、もう時には実力以上のチームを出してくる、はい、捨て身でぶつかってくるチームがいる中で、それを跳ねのけるっていうことは、もうまさに勝者のメンタリティで王者の立場じゃない、できないことなんですよね、はい、で今プレミアイーストでも首位を走ってますし、もうそれを追われる立場って相当辛いんですが、はい、それをずっと長年やってるっていうところはもう、うんうん、黒田剛監督をはじめすごい青森山田ブランドではないですけど、もう本当尊敬に値することだと思いますね。そしてこの位置からのフリーキックを得ました。これ落としてくるボール蹴るんですよ、はい、でしかもシャープなスイングで、多分こうふんわりではなくこう落としてくるボール蹴るんで、はい、そこにもう徳島選手だとか渡辺世話選手とかが飛び込んでくると思いますね。あちょこれふわりとしましたね。まだありますよ、まだありますよ、来ました、来ました、ね、いや反応早かった。これはまた丸山選手ですね。ですね。いやこれ2点目となりました、青森山田後半の4分。これは流通経済柏戦2戦連発ですね、これは、はい、いや、ま、やっぱちょっと、はい、持ってますね、はい、いや今も詰めていましてね、そうですね、ライナーで来るかなと思ったんですよ、ふわりとしたボールできましたね、はい、そしてこうちゃんと競ってこぼれたボールを丸山くんが冷静にゴールを決める、はい、まあ、補足してくれると前半もちょっと言ったんですが、はい、この両チームプレミアイーストで前期戦ってるんですよね、その試合3対0で、青森山田が勝ったんですけど、はい、その時の3点目を決めたのがディフェンダーの丸山くん、はい、はい、今回も決めました ね、 やっぱりいいイメージと言いますか、あるんでしょうかね、あるんでしょうね、はい、やっぱり。いやでもここからは流通経済大柏はこれ あくまにこの解説5試合目ですけども、はい、あくまで和倉ユースっていうのは優勝とかそういう勝ち負けも大事ですけど、はい、あくまでもその今後のリーグ戦インターハイに向けてのシミュレーションなんですよね、はい、強化の大会であるので、はい、逆に言えば2点をビハインドされ、ね、された時にどういうメンタリティで臨むか、うん、はい、自分たちのサッカーを貫くか、そしてここから追いついていくかという、はい、最高のシミュレーションの場を得たと言ってもいいんです、はい、なので流経大柏はここからの時間は本当に最高のコーナーですかね、はい、強化に向けた、うん、取り組める時間を過ごすということになりますので、はい、ぜひ期待したいですね、はい、そしてちょっと痛んでますね、はい、痛めています、はい、足首あたりを押さえていますが、担架を要求していますか、担架ですか、はい、そして堀川が入りますね、セレッソ小牧堀川選手、流通経済大付属柏の10番、ただちょっとこれで交代が変わりますかね、はい、これ背番号がちょっと見えないですね、ちょっと今倒れちゃっていまして、多
これあ77橋本君ですね、上空からの映像、はい、上空からの映像が橋本ですね。しかもちょっとこれ降りてきてますね、すごいですね、はい。でも橋本選手ですね、大丈夫ですかね、はい、結構このサイドバックのキーマンになる選手で、しかも流通経済大柏はちょっと大川選手が怪我をして、右サイドバックの2年生の年代別代表の大川花風という選手がいるんですけども、はいはい、今ちょっと今日いないので、ここで左のサイドバックの橋本選手もちょっと怪我となるとちょっとこう心配ではありますよね、はい、両翼がポイントとなる両サイドバックが、これは大丈夫ですかね、ちょっと自分では歩けないってことですかね、はい、でこの様子も見ててもまだちょっと痛そうですから、ですね、はい、ね、あまりこう大事にならないといいんですが、ね、そうですね、本当そうですね、はい。そして流通経済大付属柏は今、そうですね、この橋本選手に代わって堀川選手が入ってことは、はい、ちょっと誰かが、左サイドバックに移る感じですかね、そうですね、一つ落ちますね、はい、小林選手ではなくてですね、西岡選手ですかね、こう今競り合ってる選手です、はい、ですが何番ですか、9番、はい、あですね、はい、小林選手が左に行って、西岡選手が右サイドバックに入りましたね、はいはい、また青森山田がスローインということになりますが、またボールを拭いて徳島、そうですね、ここでちょっとこう、はい、抑えたいですね、ここはちょっと琉球としては耐えたいですね、ちょっと嫌な流れにはなってますよね、そうですね、はい、そうですよね、この那須川くんがニアに入りますかね、ここですね、ここで擦らしちゃダメですね、はい、ここで擦らしちゃダメなんですよね、はい、このニアに入ってくるこの選手にを擦らした時点で、はい、先ほど1点目も松木龍選手の1点目も、はい、そこで擦らした、うん、まあちょっと色工作はありましたが、それが失点につながっているので、はい、あそこで那須川選手が飛び込んでくるのをもっとちゃんと捕まえないと、はいはい、多分これは青森山田のロングスローに対する対策として、やっぱりストーンにヘディングさせないというのが一つのポイントだと思います、はい、決勝で選手権の決勝で山梨学院大学が一ノ選手とかがセンターバックがこう、はい、そこを抑えたというところもありますし、はい、はい、ですね、松木玖選手持ちましたね、持ちましたね、はい、素晴らしいパスが通る、クロスが入ってヘディングはさせませんが、ね、今自分で仕掛けていくと見せかけて左に展開しましたよね、はい、ああいうとこ上手いですね、これも青森山田ボールに変わります、さすがエースというか、存在感がやっぱすごく本当周りを見ているという感じがしますよ ね、 すね、このハーフタイムにの後半に入ってくる時も、はい、審判とちゃんとコミュニケーションを取りながら、あれはちょっとなんかすごい大人だなというか、う、ね、はい、一緒にまあゲームを作る存在としてこう、はい、多分コミュニケーションを取ったんだと思うんですけども、なかなかそういったことができる高校生というのもいないと思うんですけど、立ち振る舞いが、はい、やっぱりこう例えばこの青森山田でいうと柴崎岳選手もそういうのもなんですけど、はい、やっぱなんかこうエースと呼ばれるものはこう、はい、そういう立ち振る舞いも出てくるのかなとは思いますね、そういったまあサッカーの技術というところはありますね、はい、教えるっていうのは、ね、そうですね、ベルマーレユースの時の遠藤航選手も結構コミュニケーションの心配を取ってて、いやこうすごいなと思ってて、もう今じゃもう日本代表今五輪の中心になってますけども、はい、サッカーをするにあたって何が大事なのかっていうことを本当に隅から隅まで知り尽くしてるような感じしますね、そうですね、はい、今サガン鳥栖の松岡大樹選手も本当こう、うん、ユースの時から冷静で、ちょっと審判に例えば確認をしたり、このプレーはどうですかとか聞いたりする姿が高2とかで見て、はい、いや大人だなと、堂安選手も結構コミュニケーションを取ってるんですよね、はい、さあここでチャンスを作る青森山田、ね、あよく止めましたね、止めました、はい、素晴らしい大谷です大谷選手、はい、さあ後半10分経過しています、流通経済大柏は2点を追いかけているという形にはなるわけなんですが、さあここで起点を作りたい、そうですね、ちょっと橋本君のアクシデントがあった分その分立て直したいですね、はい、はい、ここも青森山田が弾き返して、いや収まりますね、そしてこの早い展開、いやでも寄せまってますね、素晴らしい、抑えた、いや素晴らしいディフェンスですね、これ早いリスタート、やっぱり渋谷君ですね、あそこでこう振り切られない、はい、
奪い切る、なんならファウルももらえる、これはねやっぱ渋谷君があそこにいるそのゆえんというか、はい、信頼されますよね。流通経済大柏がこの時間また青森山田エンドの深いところでプレー、そうですね、ここでちょっとね、はい、リバウンドメンタリティ見せてほしいですね、でも見せてるとは思います、はいはい、折れてないと思います。そうですよね、はいはい、さあペナルティーの中入っていく、これ下げて逆サイド、あこれはラインが割りました、まあ、安藤さんがおっしゃったようにこの2点ビハインドをしているされている状況の中でこの流通経済大柏はどういう形で試合をするかというところ、これが、はい、あの強化につながります、はい、もうこのために来たようなもんですね、はい、こういう強いところとやってもうこの、まあ、お互い強いチームとやって、はい、こういうビハインドがあった時にどうできるか、はい、これは例えばインターハイでそこまあ負けてしまうわけですから、はいはいはい、そうじゃなくこの和倉ユースというこの強化の大会でこれが経験できるっていうのは本当に、なんだろう、価値ですよね、はいはい、生きた教材ですね、はい、で青森山田としてもこう2点を取っているけれども、ね、まだここはどうするかという、そうです、はい、で逆に言えばそこのその牙を向いてくる相手に対していなせるか、はい、これも青森山田にとってもこうインターハイとかプレミアに向ける重要な、はい、シミュレーション、はい、経験になると思いますので、多分青森山田の選手は2点リードしてるからという気はさらさらないと思います。その動き見てると、はい、そうですね、はい、ここも激しいマッチアップ、この、ね、ぶつかりがね、この萩原君なかったですね、萩原君見事でしたね、今26番流通経済大附属柏、はい、あの渡辺選手は本当にフィジカル強いんで、そこに対してちゃんと体を当てにいってこう制しちゃっていうのは本当に見事ですね、はい、見応えありますね。まもなく後半13分になりますが、そうですね、ここでもうちょっとだったらクリーングブレイクはあるんですかね、はい、入ると思うので、この後半の十数分の戦いを見てクーリングブレイクに入って、はい、さあまたこれでどういう戦略を練ってくるかというところも楽しみです、はい、川田選手やっぱもうちょっとボール触らせたいですね、今8番の選手ですね、はい、ちょっとなかなか ね、 そうですね、触れてないですよね。でも彼もぜひ注目してほしいんですよ、はい、ものすごいポテンシャルを持ってますから、彼もプロ注目の選手ですから、はい、はい、いいですね、素晴らしい、素晴らしい、今のですね、よくこのね、今清水区のファインプレーですね、はい、今ファーから2つ選択肢があったんですよね、今ニアに飛び込んだ松本くんとその左から飛び込んだ、彼は、何番ですかね、変わった相手10番の流通経済堀川君ですかね、はい、もう2つあったんですよね、その2つの中でどちらも選べたんですよ、多分センターバックもどっちに出したか分からなかったんですね、で1回堀川君の方に出すと見せかけて、はい、インの松本君使ったんですよね、そしたらもう完全にセンターバックもうアウトに行くという動きを重心かけてたんで、はい、ずれてたんですよ、だからシュートコース空いたんですよね、そしてまあ巻いてくるシュートが思った以上に、多分松本君的にはもっとインフロントにかけてカーブので、はい、右同サイドの隅を狙ったんですけど、ちょっとかからなかったんでしょうね、いやでも今のこの清水君のプレー、はい、そしてこの飛び出したこの縦パスのスイッチパスに対して反応した堀川君と、松本君、はい、いや見事でした、これぞというプレーでした、そうですね、はい、ですので流通経済大柏はもうまあこういったプレーを続けると、そうですね、やっぱサッカーって一人じゃダメなんですよね、はい、こうやって仲間が息の合ったプレーで連動して初めて、はい、チャンスが生まれますし、今も松本くんだけが走ってたら、はい、多分センターバックはもう松本くんにスプレス行ってシュートはディフェンスブロックになってたと思うんですよ、はい、でもそこで堀川くんが入って、しかもその堀川くんの動きを使った清水くんのフリックがあったからこその、はい、シーンだったので、いやもうリプレイで見たいです、そうですね、はい、これもまた、はい、リプレイ見たいです、はい、そういった本当にリプレイで見たくなるようなプレーが本当に随所に、そうです、ね、得点シーンだけじゃなく、はい、本当随所に出てますもんね、はい、こうやって見るとリプレイのありがたみって分かりますね、はい、ここは青森はまた行かせません、これはキーパーです、いやもうスコア関係なく閉まってますよ、はい、もう冷々の気持ちで見てます、はい、僕いやこれは面白いですね、閉まった感じ、はい、閉まってますね、両チームとも、はい、かなりこう榎本監督も黒田監督もここで、ね、そうですね、大きな声が出るようになってきました、多分交代選手を入れてないってことは、はい、まあ、怪我のも一人だけだったじゃないですか、はい、というとやっぱりこううまくいってるんでしょうね、はい、流経大柏者としても手応えがある、あ、素晴らしい、素晴らしい、かわせるか、よく走ってましたね、丸山選手よく入りました、もう流経大柏キラーと言ってもいいんじゃないですかね、もう対応し完全にしてますもんね、今完全にもう抜けたいってもんでしたけど、よく足残しましたね、右足を、
残り14分となりました、はい、14分切っています。いや圧力すごいですね、琉球長島の。そうですね、はい、さあそして右中を見る、切り返して松本中央から川端選手、この7、8がつながると、勝ちなところどうだ、ここも青森山田コースを切った、この7、8がつながると面白いですね。どうだ、クリア、あ、できない、いやこれは琉球柏らしさ出てきましたね、はい、かなりもう詰めてますよ ね、 ね、はい、さあしかしセカンド拾いましたね、はい、寄った、しかし青森山田もついていく、いや粘ってますね、丸山でしたかね、あ、ですね、はい、はい、あとあの結構交代選手も、はい、あの今ベンチにいる選手も結構注目で、ね、あのあちょうど今クリングベック入りましたね、はい、あの青森山田ですと小原選手、はい、これも選手権の去年の優勝のメンバーなんですけど、はい、小原選手、まあ、田澤選手が調子がいいので、うん、小原選手と今レギュラー争いをしてるんですけども、はい、まあ、田澤選手が今出てるんですが、うん、彼もあの流れ変えますし、その藤森壮太選手っていう、はい、ドリブラーがいいんですけど、あ、ちなみに多分すみません、これ今気づいたんですけど、はい、藤森選手ですね、これ出てるのは多分、あ、そうです、はい、ですよね、こう25番が2人いるんで、そうですね、すみません、はい、あのこちらのね、ちょっとメンバー表でやってるんですけど、はい、たまに番号が違う時があって、はい、25も2人いましたけど、そうですね、はい、三橋選手とこう藤森選手2人いますね、はい、まあ、でも多分藤森選手で す、ね、はい、ですかね、はい、そういう中で行われておりますけれども、さあクーリングブレイクに入っている中で後半の残り時間がどういう形になるかというところ、どうでしょうか、この流通経済大柏も、まあ、1点は取るとまたちょっとより、いや変わると思いますね、もう全然変わると思います、はい、流れっていうのは、はい、本当に今むしろ 今はちょっと流経大柏の時間帯ですし、まあ、ここで取る1点の価値というのは、先ほどのシミュレーションの話をしますと、今後の本番に向けるかなり価値あると思います。はい、はい、この状況で2点を取られて、結構青森山田に対して2点取られるとそのまま3点4点というパターン結構あるんですけど、実際前期はまさに琉球大柏はその形で3点目を取られたわけですね、丸山選手に。逆に言えばそれをさせない1点を返すことで、間違いなくあの前期の試合から全進歩していることになりますし、はい、当然インターハイもあの準々決勝ですかね、彼らは当たるんですよね、まあ、もちろんあのその前にお互い強豪との戦いもあるんですが、はい、あの琉球大柏と青森山田は同じ山にいまして、はい、なのでそれを考えると多分再戦は近いんですよね、うん、はいはいはい、そう考えると、そうですね、準決勝ですね、順当に勝ち合えば準決勝で当たるんで、それを考えると多分ここでの試合っていうのは、ただこの試合に決勝戦に勝つか負けるかではない価値を持ってる、多分それは青森山田の黒田剛監督も流通経済大柏の榎本監督も多分分かってると思うので、だからこの残り15分はまたなんスコア関係なしにガチンコが見られるというと思います。それがまあある意味この和倉ユース強化試合のメリットだと思いますね、はい、ということはもう、流通経済大会社としてはこれ3点目いっちゃうとまたプリンスリーグと同じになってしまう、プレミアですね、はい、プレミアともそうですね、同じになるので、はい、そこは絶対避けたい、はい、で青森山田はそれをしたい、うん、まさにその図式になると思います、はい、まあ、そろそろ交代選手も多分出てくると思うんですが、はい、その、はい、楽しみですね、誰を入れてくるか、ね、はい、さあクーリングブレイクが明けまして、両チームの選手がまたベンチから出てきます。これ交代ないですね、 これ多分このままですね、いきますかね、いやもう、はい、手応えを感じてるんでしょうね、これ、まあ、実際に本当結果は今 2-0 ですけど、はい、やっぱりこうレベル高い戦いが見えてますし、うん、でこうやってね、松木選手を今先頭に立って入る時も声かけてますからね、はい、はい、本当にこう今なんか引っ張ってますよね、引き連れているというか、はい、そんな感じもしますね、しかもちゃんとこうみんなの目を見ながら喋りますから、はい、そう自分が言いたいこと今もピッチでこうね、うん、あの話してますけど、はい、自分のその意思を伝えるだけじゃなくて、あ、これ変えてきました、3枚替えですね、あ、そうですね、3枚替えですね、これは、はい、ちょっと待ってください、これは追わないといけないですね、青森山ですね、79、70、69、これ2トップも丸ごと変えましたね、だから那須川選手と渡辺選手を変えて、79番と70番が入ります、
と小原、はい、それから小野光そして田澤、はい、あ、そう、小原選手やっぱりやりましたね、はい、先ほど触れてた田澤選手に代わって小原選手、はい、この2人はもうハイレベルなレギュラー争いしてるんですね、はい、左のサイドハーフ で、はい、で選手権去年の選手権は小原選手がレギュラーだったんですよ、はい、そして今年のなるともう田澤選手が台頭してきて、これは小原選手も絶好のアピールの、はい、これ残り時間で、ね、もうですね、これどういったプレーを見せるか、ね、燃えてますね、これは楽しみですね。さあ、その前線にボールが入るかというところ、はい、流通経済柏は弾き返します。小原選手じゃないですね、これ70番、69番です、小野光選手ですかね。あ、その小野選手ですか、はい、そうですね、小野光選手ですね、はい、大変失礼しました、はい。あ、小原選手は、あ、はい、小原選手は入ってます、はい、小原選手はフォワードに入ってますかね。そうですね、あの70番の選手、ね、70と79が今2トップ気味に入ってます、はい、ですので小原選手フォワードで、はい、というところでしょうかね。そうですね、はい、これはちょっと楽しみですね。だいたいサイドハーフなんですけどね、はい、小原選手は、かなり前面に今日は使ってる、はい、ということですよね、はい、そうですね、小原選手2トップに入ってますね、はい、ちょっと楽しみですね、はい、なんかサイドでプレーするイメージがあるので、ちょっと新鮮です。ちょっと注目したいですね。あ、そのあたりもこの和倉ユースというね。そうですね。やっぱりこうトライができるっていうところですね。はい、本番に向けての。さあ、前向けるか。流通経済がシュートを狙っていきました。よく抑えましたね。はい、今最後堀川のシュートですね。そうですね。堀川の選手、はい、シュートですね。素晴らしいですね。今よく抑えましたね。落ち着いてますね。沼田選手も今年の守護神ですから、はい、毎年ね、青森山田は素晴らしいキーパーを輩出してるんですよね、はい、今あの国士舘大学にいる優勝時の飯田選手なんかも関東選抜で守護神張ってます選手ですし、この間 JFL でゴールを決めた広末選手も青森山田のキーパーですし、はい、来た、ドラ来ましたね、ちょっと止めたがキーパーがまだあります、オーバーですね、すみません、落ちますね、あ、止めました、よく止めました、キーパーです、これは西森選手ですね、よく詰めてましたね、ゴール前でかなり激しく行きましたけども、はいはい、でもよく止めましたね、よく止めましたよね、はい、はい、やっぱりあの萩原選手とあの空河選手、田口空河選手のこの2センターはやっぱ安定してますね、はい、さあ、そして流通経済で柏が狙ってくるがクリア、もう一度行けるか、ファールありません。いや、でも萩原選手今日ちょっといいですね、うん、なんかこう2点は取られてますけど、はい、本当に最後にしっかりと体張りますし、あのちゃんとこの2トップのプレスに屈することなく落ち着いたプレーができてますね、はい、一つこの流通削らかしても残りの、ね、時間でどういう締めくくりをするかというところ、はい、らしさすごく出てますよね、感じるのはやっぱこう、うん、あの榎本監督もやっぱ田口選手には絶対の信頼を置いてて、もちろん、はい、萩原選手も置いてる、でも彼の成長ってもっとこう期待したいってことを言ってたんですけど、うん、はい、本当にやっぱり成長してるところが見えますし、はい、今日なんかも本当に非常にクールに戦ってますから、青森山田のスローイン、ハーフウェイライン付近での奪い合いどちらかというところで、これも、ね、松本選手、これですね、あ、いけるか、どうだ、いや、ちょっと長くなったか、どうだ、いやですね、堀川選手、はい、そうですね、今18番 あの石川選手にもこう出したボールですけども、うん、はい、まだありますが、ヒールで後ろへ戻したところ、青森山田取って、今度は逆襲、あ、いかせない、あ、もう一度拾っていく、いや、見応えのあるプレーです、そうですね、この今ちょっと歓声上がりましたね、はい、プレーは流れています。ただ今松本選手多分どちらにも出したと思うんですよね、はい、あの堀川選手にも18番の石川選手にも通るようなバス、多分狙いは石川選手だったと思うんですよ、はい、でもその前ちょっと堀川選手が先にトラップしてしまったんですけども、はい、こういうプレーを増やしたいですよね、はい、いや、素晴らしい、ね、今のね、渋谷選手のこう、はい、飛び込みながら胸でクアップ、これね、こういう選手、こういうプレー結構士気高めるんですよね、
さあこの投げ足に青森山田、あここでもう、いやでもよく滑りましたね、触ってますよね、はいはい、よくあの渋谷選手滑りましたね、ただ宇野選手のパスも素晴らしかったですけどね、流通決定戦チャンスをつけたか、なんかお互いギリギリのところでやって、はい、ギリギリのところで戦ってる感じはしますね、狭いところをこれ通そうとしていますね、流通経済会社は、まだ、いやこれでセカンド入れましたね、はい、川津選手この狭いところを通す、通しますね、この松本選手がボールをまっちゃんって出ますね、はい、上げました、いや丸山選手このクリアはまだつながります、そうですね、つなぎましたね、はい、さあ川津選手これドリブルもできますよ、突破もできますよ、もうここでやっぱり硬いですね、はい、流通経済会社ボールです、はい、ここでまた青森山田、ね、93番の選手が準備してますよ、思うんですけど審判さんの選手ボードも大事ですね、これないんですよね、そうです、はい、なのでこう、はい、目視で誰が退いたかをしなければいけないっていうのは結構なかなか、田中衛生、はい、93番が今準備してます、そうだ、やっぱ審判の交代ボードって重要ですね、あれ重要ですね、あれはこう準備してる時にチラッとこう見ながらね、分かりますか、分かりますけど、あ誰とかいるんですかね、そうそう、これ蓋開けるまで分かんないっていうこの緊張感ありますよね、しかしこの時間は流通経済会社側がね、そうですね、完全ペースになってますね、はい、今、まあ、流通経済会社としてはこうもう30分ハーフのこの試合の終盤、まあ、こういった形で、そうですね、はい、いやよく失礼しましたね、あーっと倒れましたが、よく守りましたね、そしてそうですね、今たあの渋谷選手よく決めました、シュートー、これですね、やっぱ川田選手のフィニッシュ今日初めて見ましたけど、はい、このフィニッシュ、このやっぱ川田選手が中央で振り抜くっていうシーンをもっと増やしたいですね、はい、そして松木がアウトです、松木選手アウトですね、はい、いや素晴らしい仕事してましたね、そうですね、キャプテンらしい、はいはい、最後もそのピッチ の, その中のプレーだけじゃなくてこう、はい、そのハーフタイムとかそういったところの振る舞いを見ても、やっぱりリーダーだなと、そうですよ、ね、思いましたね、はい、本当にこの世代を引っ張っていくような選手にも ね, そうですね、当然なっていきそうですよね、さあ残り2分を切りました、今みたいにハーフライン手前でこう交代していくると分かるんですけど、はい、向こうとかで引き下げると結構大変ですよね、この画面の奥の方で交代されると、はい、ずっとこう歩いてくるのを見ていないといけない、ですから本当に視力っていうか遠いところを見られるのって大事だなって思いますよ、やっぱこういう公式戦のちょっと一つ一つに意味があるんだなと思いましたね、はい、クリアして歓声が起こりましたのは、はい、青森山田ですね、公式を、はい、気合ですね、気持ちでと、多分加山は今押されてるのが分かるからこそこうやって盛り上げようとしてるんですね、はい、ミサイド、いや素晴らしい、松本選手このテクニックありますかね、ものすごく、あ打たせない、まだあるか、いやすごい、粘りました、ね、このペナルティーやる中での必死のカバー、チャンスだ、いやもう入った、素晴らしい、ファーストの左、平気ですね、今キーパーの飛び出してきたのをちゃんとこう右のインフロントで1回切り返してタイミングずらして左行ったんですけど、左のシュートがちょっとつ、多分インフロントの外側にかかってしまったんですね、はい、いや決定機でしたけど今、はい、やっぱり起点になったのは松本選手でしたね、松本選手がやっぱりこうああいうところに高い位置アタッキングサードに入っていって潜り込むと決定的なパス出しますから、はい、しかし今のはキーパーかわすまでは完璧でしたね、そうでしたね、もう、いやもう今無流刑のあですね、ああっとこれは流刑大会社の榎本監督と、はい、斉藤コーチが同じタイミングで頭抱えて膝まで来ましたからね、もうそれぐらいの決定機でしたね、いやだからある意味やっぱ1点を取ることの重要性というのは多分池田氏は分かっていると思うんです、で当然青森山田もここで1点取られることが、はい、この相手を乗せてしまう、相手に自信をつけてしまうというところも分かっていると思いますね、はい、だからもう 2-0 ですが、はい、もう本当に1点を争う試合をしているというのは、この後半が閉まっているように、あ来ました、ね、チャンスキーパーの力でよく止めましたね、よく止めましたね、沼田選手完全にあれループを狙ってのを思い出してまして、はい、もうそのコースを完全に消していましたよ、バレーのセッターなんか、ね、はい、ブロックみたいになりましたね、はい、完全にバレーのブロックでしたね、はい、両手でよく止めました、しかし跳躍力ありますね、そうですよね、まあ、確かに浮いていたし、はい、あそこでなかなかハーフボレーで打つの難しいですから、ループという選択肢は分かりやすかったにせよ、はい、あの跳躍力と、はい、これバレーボールでもいいブロッカーになると思いますよね、はい、綺麗でした、綺麗でした、綺麗でした、さあそんな中青森山田、はい、チャンスを作る、シュートを狙ったがポストの右だ、攻めるところ、はい、なんか今よくバレーボールでブロックでそのまま得点に入るやつです、はい、あれを見てるようでした
いやでもそこからさらにピンチを食らいながらも今打ち切りましたよね。そうですね、やっぱり青森山田隙がないなと、はい、抜け目ないなというか、これでセットプレーからですので、はいね、はい、これでね、とどめの3点目をいくか、ね、ですからあの交代してきた選手がねここはちょっと ね、はい、アピールポイントになりそうですが、いや胸で収めですね、はい、いやあこれはバンドが高めましたが収めるか、はい、よく寄せましたね。ここですね、青森山田の強さはね、この収めここでちゃんとクロスが入ってピンプとここは触りましたね、はい、触りました、合っていました、田口選手ですかね、空河、はい、選手ですかね、よく触りましたね。いやこういうところですよね、今後の集中力を両チーム欠いてないからこそ、こういう球際でちゃんと最後体を張るボールを触るってことができてますよね、はい、止めた。あ、ここでファールがあったです。まだあります。さあ流通経済大柏はもうね、アディショナルタイム2分経過してますんで、あ、もう2分経ってるんですね、はい、あ、もう時間なんか全く考えなくなりました、ですから早いですね、終盤のお互いにこう、まあそうですね、最後にいいパフォーマンスを出そうという、まあ、あとはやっぱり3点目取る、はい、1点返す、ここの執念が本当に締まってますよね、はい、もう見れてますよね、両チームに、まだあるか、まだありますね、素晴らしいですね、追い越してきましたね、しかしちゃんと青森山田も応対してるんですよね、はい、3人目の動きに対しても反応してますから、はい、カウンターですね、カウンターですね、プラス、あ、ここ抑えてカウンター、得意、ね、のドリブですね、いやよくよくドリブで言ってもよかったですね、得意、はい、の形ですから今のは、さあ松本選手、松本、このいいパスが出ますね、これは出したくない、取りました、ね、はい、さあ流通経済会社切り込んでいく、しかし丸山くん、よく丸山くんキラーですね、丸山くんで締めましたね、はい、そして長いホイッスル、いや最後は本当にスタミナを ね消耗して、そうですね、勝った青森山田のここも膝、はい、もう手に膝をつきますし、はい、森流経済会社もこう、はい、出し切ったって感じですね、そうですね、興味深いのは丸山君のこの琉球大柏に対するこの強さ、はい、最後締めましたからね、そうですよね、 2点目も決めて、最後ボールを奪う、はい、ちょっと今日役者でしたね、そうですね、ただ本当にこう見ても後半の残り時間少なくなったところでのこの琉球経済大柏は点を取りに行くんだと、はい、この1点がっていう、もちろん今1点が届かずに 2-0 になりましたけども、はい、この持ち返しは大きな自信になると思います ね、はい、インターハイに向けて弾みになると思います、はい、で青森山田はやはりこれを無失点で切り抜けたっていうのがそうです、ね、さすがです本当に、はい、これはいつ失点してもおかしくなくても無失点で乗り切ったってこと自体にものすごく価値がありますから、しかもクォーターで入った選手が難しい中で入りながらも、はい、ちゃんとこう守って、で最後、うん、また今大会、はい、この試合の主役になった丸山君がもう締めたという、はい、まあなんかドラマ性のあるというか、そうですね、いやでも決勝にふさわしい、はい、もう本当時間過ぎるのあっという間でしたね、あっという間でしたね、特にもう後半の、はい、後半の後半と言いますかね、そうですね、もう流通経済大柏が、はい、さあ取りに行くぞっていう風になってから本当に見応えになる、失点でいく、はい、で3点目も取るという姿勢を持ち続けた青森山田、はい、もうどちらのチームにも、もう拍手を送りたいですね、そうですね、もう拍手がねこの、はい、スタンドからも、ね、起こっております、はい、最高の和倉ユース決勝だったんじゃないですかね、はい、でこの、はい、和倉ユース、まあ、次の、まあ、大きな大会に向けてというところで青森山田もそれから流通経済大柏も、はいはい、お互いにその手応えのある、そうですね、次につなげていくような試合内容だったですよね、はい、あのこれ2試合目じゃないですか、今年その2戦目、はい、それと次もしかしたらインターハイ準決勝で3戦目、はい、そしてプレミアの後期で4戦目、はい、でそして選手権でもしかすると5戦目、うん、はい、多分この1試合もその中でこう非常に重要な両チームにとって一試合になると思いますね、はい、楽しみですね、何かねその後のドラマというものをこう描くための序章というような感じも ね、 そうですね、もうまだプロローグですね、はいはい、さあお伝えしてまいりました、第9回和倉ユースサッカー大会城山陸上競技場で行われましたこの決勝戦、青森山田対流通経済大柏は2対0で青森山田が勝利を収め優勝となりました。
放送席解説、こちらはナンバーウェブで連載をしておりまして、本を10冊出しておりまして、最近は、武蔵と武蔵、そして歩き出すといった本を書かれております。取材歴25年のノンフィクションライター安藤貴人さんでした。安藤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。実況織出健一でお送りしてまいりました。またね、こういった試合見たいですね。やってみたいですね。はい、非常に面白かったです。はい、ということで城山陸上競技場からはこの辺りで失礼いたします。